なつるしね神木様です。よろしくお願いします。ちょっとね、想像以上に皆さん集まっていただいて本当にありがとうございます。私たちみんなの季節のことやるんですけど、新年ライブの時にみんなの季節も聞いたよ。アトーム事件もやるのが見せ込んでと思ってる方もね、何人かいらっしゃったと思うんですけど、今日やるみんなの季節は今までのみんなの季節と違うんですよ。何が違うか分かりますか。何が違うかと言いますと、今日はなんと新しく入ってくれた1年生が3人もみんなの季節やるんですよ。やったっていうことで、やったということで、今日は今日の主役の1年生3人に一言いただきたいと思います。やった、はい。まずは安定のドラマポニーです。イエーイ。こんにちは。頑張りますけど、ミスってもちょっとあいつやったなみたいな、ちょっとなしでお願いします。皆さんね、いっぱい緊張してますから、温かい目で見守ってあげてください。はい、そして、はい、ギターのレンジくんです。イエーイ。こんにちは。僕めちゃくちゃ今ドキドキしてるんですけど、頑張ってギター弾くんでちゃんと聴いてってください。レンジ君はつい最近までめっちゃ体調不良だったんですけど、もう奇跡の復活を遂げて今この場に立ってるんで、ぜひ彼も温かい目で見守ってあげてください。はい、そしてなんか一人だけ青いけど、サンガル君です。多分こうおとなししてるときに、なんであいつだけ青やねんとか思ったかもしれないんですけど、もともと青か白の服着てこいって言われて、ほんで今日の朝みんな白着ていくねみたいな言われて、今こうになっております。若干ミスるかもしれませんが、よろしくお願いします。やはりもね、ありとあらゆる人からみんなの季節似合わないって言われ続けても頑張ってきたんで、彼も温かい目で見守ってあげてください。はい、先輩どうしますか。先輩いいですか。先輩紹介だけ。はい、43期テナサックスみちこさんでーす。はい、そして43期ベースあやもんでーす。はい、そして44期キーボードめいでーす。はい、そしてボーカルが44期しゅららんでーす。よろしくお願いします。ありがとう、ありがとう、温かい拍手を。まあもう特に喋ることもないですし、今日1年生主役なんでね、先輩があまりベラベラ喋ってもなんだよこいつってなるんで、もう早速盛り上がっていきちゃいたいと思います。いきます、みんなの季節。大丈夫かレンジ、大丈夫か。見守ってあげてください。ちょっと彼非常に緊張してるんでね。いいですか、いいですか、やりますよ、やりますよ、いいですか、ですか、レンジいいか、レンジいいか、いけるか。はい、じゃあ改めて盛り上がっていきましょう。みんなの季節。